長久保食品長久保の人巻き本舗の新しいパンフレットができました。時を重ねて長久保の人巻きというテーマで、創業の昭和9年からのですね、と長久保常が漬物作りをスタートしてから炭鉱の時代を経て現在までの長久保の人巻きの歴史由来を書きました。